はい、こちら鉄拳太郎に来ました。今回はですね、ちょっと夜になっちゃったんですけど、連休中なんでね、休みに、レトロの、ね、自販機をちょっとぐるぐる回ろうと思いましてね、今回、埼玉県行田市にあるこちらね、鉄拳太郎に来てます。レトロ自販機でね、有名な、店です。まあ、鉄拳太郎さんはね、以前私の動画でも、うどんとかね、そばとか、あとはね、トーストとかのね、レトロ自販機、昭和の自販機をね、紹介しましたが、今回はですね、なんと、当たり付きのね、アイスの、レトロ、昭和レトロ自販機をね、紹介したいと思います。それではですね、こちら今から鉄拳太郎に入りたいと思います。いやー、結構ね、久しぶりに来たんでね、まあちょっと今日はね、連休中ともあってね、結構車のとかね、そうですね、こちらトラックまで止まってますね。はい、まだね、まあちょっと夜はそんなに遅くないんですがね、結構お客さんでね、溢れかえってる状態です。それでは中に入りたいと思います。あれ、開かないの？締め切り？ひょっとして。いやー、来ました来ました、鉄拳太郎さんにね、久しぶりです。まあ、結構ね、ゲームとかもね、いっぱいあります。鉄拳太郎さんってね、レトロなイメージあるんですが、ゲームもね、いっぱい置いてあるんですよ。こちらね、佐藤町明の龍門です。懐かしいな、登龍門、登龍門、懐かしい。若い時のね、佐藤町明の町明さんですね。登龍門です、登龍門、よくやりましたよ、これね、麻雀ゲーム。はい、あとね、こういったいろいろあります。レトロゲームがね、結構所狭しとね、並んでますね。すごいです、本当に。すごいですね、レトロゲームだらけですね、いろいろあります。 UFO キャッチャーもね、ここにあります。いやー、これはね、もうレトロファンにはね、たまらないですよね、ここの鉄拳太郎さんは。最高ですね。はい、ではいよいよですね、こちらね、自販機の方を見てみて、レトロ自販機の方を見てみていきたいと思います。うどんですね、この前ね、紹介したんですがね、こちらね、うどんそば、こちらもレトロ自販機です。こちらもですね、日清食品の、カップヌードル、こちらもね、レトロ自販機ですね。すごいですね、年季が入っちゃってね。はい、続きましてこちらがハンバーガーですね。はい、こちらもね、前の私の動画で、紹介しましたチーズバーガーですね、220円のね。はい、こちらがね、結構ね、人気の高いトーストサンドのね、自販機です。こちらもね、前の動画で、ご紹介しましたね、ハムサンドです、220円ということでね。はい、トーストサンドね、懐かしい、本当にね。はい、昭和の香りがプンプン漂ってます。で、今回ですね、私が、ね、目当てで来たのがこちらの当たり付きアイスクリームの自販機です。ロッテアイスクリームということでね。はい、ではですね、今回ね、こちら買ってみたいと思います。このね、自販機が並んでますね、本当ね、レトロなね。あとは普通のね、こういった感じでね、ジュースの自販機とかです。はい、じゃあね、ちょっと買ってみたいと思います、こちらね。いや、懐かしいな、子供の時にね、よくね、こちらのアイスクリームの自販機はね、買いましたね、本当にね。見てくださいね、これ当たりが出るんですよね。もうね、日本に数台しかないっていうね、本当にレトロな昭和のね、香りがする、アイスクリームの自販機です。じゃあ今から買いましょうかね。ね、ちなみにアイスクリームなんですが、そうですね、こちら雪見大福とかね、ジャンボね、
チョコモナカジャンボです。あとはビスケット、ね、クリームのサンド、アイス。あとは濃厚って書いてますね。濃厚なんだろう、ね、濃厚プレミール。これちょっと意外と人気なんですよね。これね、10番とね5番が売り切れてます。5番が濃厚ですね。これね、これ人気あるんですね意外とね。それとこちらプレミール、ね、これ10番これ両方売り切れてますね。結構人気あるんですねこれね。はい、それではですね、私は今回ですね、まあ、ちょっと違うやつ食べてみようと思いましたね。140円なんで、今回ね雪見大福をちょっと食べたいと思いますね。はい、これ僕私好きなんですよこれね。今回はまってんですかね。すごく美味しいですこれね。はい、じゃあ今回はねちょっと当たりを目指してね頑張りたいと思います。はい、じゃあ買いたいと思います。はい、じゃあ今から買います。はい、140円ですね。さあ当たるでしょうか、楽しみですね。じゃあ8番いきましょう。8番か3番ですね、雪見大福だと。じゃあ今回ね3にしましょう、私3好きなんでね。はい、じゃあ3番押します。さて当たるでしょうか、レッツゴー。はい、回りました。おっと動きましたよ。さて当たるでしょうか。外れましたね、残念。結構いいとこ来てたんですけどね、残念でした。まあしょうがないですね。当たりはね、僕の友達一回当たったみたいでこれね言ってました。こういうねアイスのね、食べるねスプーンがありますね。はい、いやー雪見大福買いましたよ、140円のね。じゃあ今から食べてみたいと思います。はい、じゃあこれからねこちら食べたいと思います。はい、いただきます。おいしそう。あ、なんかこれスプーンが入ってますね、これね。スプーンこちら、スプーン入ってました。美味しそうです。おお、雪見大福。レトロ自販機で買った雪見大福ですよ。いただきます。美味しそうですね。食べるってのもいいですね。うん、最高です。美味しいですね。レトロな自販機をね見ながら食べるのはいいですね。うん、おいしい。
めちゃくちゃうまいです。他のね、これからね、群馬県とかね、あっちの方のレトロの方もね、ちょっと行ってみたいと思いますね。全国のね、レトロのね、販売されてる本があるんですよね。それを見ながらね、ちょっと回っていきたいと思います。まあ本当にね、レトロはね、昭和の懐かしい味でもありますから、本当にね、全国回ってね、食べ歩きしたいなと思いますね。たまたま今回ね、連休だったものですからね、来ました。いやー本当にね、やっぱりね、このレトロのね、今回アイスクリームの自販機、これはね、もう全国にもね、限定されたところにしかないから、いやーもう本当にね、感無量ですね。昔は懐かしいです、本当にね、子供の時よく食べましたけども、いやー本当美味しかったですね。見てください、レッツ